こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブルーミングアラート、好スタートを切りました。シャワーエンペラー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブルーミングアラート行きました。続いて前へ行くのはジョンズコール、さらにはジムアイス、2番ステイゴールド、その後ろでは前の方から、なんと先頭はステイゴールド。これには場内からも歓声が上がります。ジョンズコール、すぐ後ろ内からはブルーミングアラート、その外からディバインシュペール、緑の帽子ミルアイドル、その後ろすぐ隣にサニーピクニック、内からはビーチジェム、その外からトロピカルベスト、その隣にジムアイス、その横にレイズサンダース、内からはムーンウッドマン、その隣にノースリーズン。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。シャワーエンペラー先手を取りました。2番ステイゴールド、2番手を追走、すぐ後ろにディバインシュペール、その後ろからはジョンズコール、これに続いてブルーミングアラート、その隣にビーチジェム、内からはデイズサンダース、黄色の帽子サニーピクニック、その後ろすぐ隣にノースリーズン、並んで1番ムーンウッドマン、しんがりからアワッド。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、12番シャワーエンペラー依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はシャワーエンペラー、2番手はステイゴールド、絶好の手応えです。ディバインシュペール、3番手ステイゴールド、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってステイゴールド、ステイゴールド先頭、2番手はジョンズコール、残り 200m、 ステイゴールド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はジョンズコール、ステイゴールド今ゴールイン、段違いの強さです。ステイゴールド1着、2着はジョンズコール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステイゴールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはベルグラミュージックシンガー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミュージックシンガー鼻に立ちます。その後ろからはベルグラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはアルダントーフ、14番ファントムマター、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはミュージックシンガー、その外にフェアリータイクーン、その外からアルダントーフ、好位置をキープしています。ブラックホーク、その外からファントムマター、オーシャングロー、それに続きます。さあ先頭はベルグラ、2番手はミュージックシンガー、3番手にブラックホーク、絶好の手応え、11番ブラックホーク差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。先頭はブラックホーク、ブラックホーク先頭、2番手はベルグラ、残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。残り 100m、 ブラックホーク差を広げる。2番手はキャスルアンドレ、ブラックホーク今ゴールイン、段違いの強さです。ブラックホーク1着、2着はキャスルアンドレ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはエアジハード、カイラスガバナー。この馬も好スタートを切りました。アライドフォーシズ、前に行きそうです。ストロングプレス、それに続いています。さらにはピンクヒート、9番プラウドリーフ、その後ろイングランドシュア、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からエアジハード、先手を取りました。プラウドリーフ、そのうちに続いています。並んで4番ピンクヒート、その外からアライドフォーシズ、内からはストロングプレス、その外からアルーリングギャロップ、内からはビクトリーブランド、カイラスガバナー、そのうちに続いています。内からはシャープダビー。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはエアジハード、先頭は依然としてエアジハード、ピンクヒート、ほとんど差がありません。プラウドリーフ3番手、さあエアジハード逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エアジハード先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 エアジハード先頭だ。残り 100m、 エアジハード粘る。サンセットマックス迫る。エアジハード、エアジハード1着、2着にはどうやらサンセットマックス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。先頭は成田トップロード、突き放しにかかります。これは強い。2番手はパールエイコーン、成田トップロード、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。成田トップロード、1着、2着はパールエイコーン、これは桁外れの強さだ。成田トップロード。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立ったファストフレンド、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はオースミウィングス、ファストフレンド今ゴールイン、段違いの強さです。ファストフレンド1着、2着はオースミウィングス、これは物が違う。ファストフレンド。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は飛行機雲。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はナンホザドリーム、ナンホザドリーム先頭。残り 200m、 ナンホザドリーム先頭だ。残り 100m、 ナンホザドリーム先頭。東洋レインボー追いすがります。ナンホザドリーム1着、ナンホザドリーム1着。2着にはどうやらダイワテキサス、1番人気に応えました。ナンホザドリーム見事です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はアブクマポーロ。残り 100m、 アブクマポーロ抜けた。バトルライン迫る。アブクマポーロ、アブクマポーロ1着、2着にはどうやらバトルライン。これが世界の実力だ。アブクマポーロ